ななんでなん、でけ YouTube でネタ提供今永に技術精神指南山康のやらかしを笑顔で吹き7回1失点ハイクオリティスタート勝ち投手今のとこ絶賛する要素しかないんだが動画で何か当時のこと反省してたし年取ってきて丸くなったんやろ裁判で刑事責任なしだったのに罰が重すぎるんよ不起訴提起起訴猶予と違うぞ不起訴や。 まあプロ意識が高そうなやつ日本人大好きやしバウアーは正直すぎるから嫌われる言ってることは正論だけどロジハラだから不都合な連中は煙たいんだよ空気読めってことしかも多分本人は俺は正しいことを言ってるのに間違ってないって悪気ないから敵しか作らないバウアーもまともに投げればコミュニケーションそこを問われない日本は合ってるやろな 実力あってサービス精神ある陽キャは基本好かれるから日本は向いているんちゃうか。何言っても通訳挟むからレスバすることはないやろうし日本ではめちゃくちゃ人気になるやろこれ。